On the ice, representing Japan, Takahiko Kazuka. いつものように佐藤信夫コーチの後押しを受けて、さあ進化が問われる今シーズン小塚のグランプリシリーズ初戦です。とにかく今までやってきたことを継続する、そう話した小塚。よく知っているね、はい、栄光への脱出、はい、この曲に乗せてね、まあ本当にこの曲知らない若い人たちもたくさんいると思うんですけども、自分のものに完全にしましたね、はい、いやー、よかった。いや、あの演技の後のあの力強いガッツポーズというのが全てを物語っています。やはりね、はい、最初のこの4回転成功させて、はい、そのプログラムを全部滑り切るのと、やはり何らかのミスがあってのプログラムとは、はい、おのずとそのプログラムの内容、密度、濃さ、全然違ってきますよね、はい、非常に内容の濃い、まあ、プログラム自体は変わっちゃいないんですけれども、はい、そこに入ってくるその自分自身のその滑り、その魂のなんていうかな、入魂度、はい、その辺がね、非常に良かったですね、最初の4回転です。立ちましたもんね、はい、これはね、大きいですよ。そしてトリプルアクセル、まあ、ここは演技後半にギリギリ後半に入ったところでした。どんどんこうプログラム演技が進むにつれて、本当に観客の皆さんが引き込まれていくような
まあこの辺のね、はい、ルッツの3回転3回転なんですけども、まあフリーのプログラムの中では後半でやっているので、はい、まあ、そんなに難しいことではない。そうですよ、ね、けれどもやはりショートで飛ぶのとフリーで飛ぶのとやっぱり違ってくるんですね、はい、でもよくやりきったと思います。今までも演技終わってガッツポーズというシーンはあったんですが、こう下からこうね本人やってますけど、あれは初めて見ましたね、はい、なんか先生も一緒にやってほしいですよ ね、 そ、 すね、あ、そしてここで佐藤コーチと握手、佐藤先生 も、 本当に、ね、佐藤先生もやってガッツポーズ、はい、手応えをつかんだそんなショートプログラムです。日本小塚崇彦ショートプログラム注目の得点です。 85.32 が出ました。ここでパーソナルベストを更新してきた。開幕戦のショートプログラム、ここに小塚あり、そんな姿を世界に見せつけました。